皆さんこんにちは、キリアです。 EASE8 PS4-1 続きをプレイしていきましょう。ひと休みできそうです。こちらの水晶石がアドルと何か共鳴しているようで、ここを調べてみましょう。一体何が起こっているのか、そして何が起きるのか。おお。唐突にだな。今のは予知、それともただの夢。燃えるような真っ赤な髪、あの人は誰だったんだろう。アドルのことか。それにアドルたちを見てたってことは、もうエタニアが滅んだ。起きているのか。エタニアが滅んだことを見てしまったっていうこと、帰ってきて大丈夫だよ。ですよね。珍しく体調が悪そうではないか。大丈夫なのか。顔色も優れないようだが、ちょっとおかしな夢を見て、ただの夢ならいいんだけど、その、夢のようで予知のような。私は見知らない赤毛の剣士として行動していたの。とにかく剣士が仲間たちと旅をして、とある場所にたどり着く夢。最初そこがどこなのか私にもまるでわからなかった。でもどことなく見覚えのある街並みや王家の紋章を刻んだ建物が見えてきて、そこが荒廃した廃墟が王都アイギアスだってわかったの。あの光景は一体、赤毛の剣士は誰だったんだろう。なるほど、ただの夢で済ますには確かに気になる内容のようだ。それで今からその剣士がたどり着いた場所へ行ってみようと、そう考えているわけだな。何でもお見通しですね。なぜわからないと思う。話が早くて助かるであろう。良いのではないか。サライ女王と共にこの国の繁栄、この国に最大の繁栄と秩序をもたらす。そう誓ったお前は、今や女王と共に最も幸福な時代を実現しつつある。最も幸福な時代。その夢の話、内容が内容だけに放ってはおけまい。必要な手配が終わり次第、私もお前の後を追うとしよう。うん。剣士は東外区を見渡していたから、場所は王都東の郊外だと思う。ほう。赤毛の剣士、巫女のための書家がある。うん。なんだ、抜け道的なものがあるのか。この本棚をどかすと外に出られるようになってるとか。祈りの祭壇が備えられている。ふむ。よし、では行きましょう。赤毛の剣士がいた場所へ。ほう。あ、もういろんなことをすでにやっているんですね、ダーナは。ちょっとまあ出る前に一通り見ていきますか。ここら辺は入れない。お、なんか話してるぞ。巫女様、私はまだまだ未熟な身にございます。どうかまたの機会にはぜひご教授くださいませ。よろしくお願い申し上げます。
これからシェンナ様について祈りを捧げてまいります。ふむ、巫女様。ほう相変わらずおしゃべりなのか。こっちは上に行くところで、こっちが地下に行く方。地下には行けない。まあ行けるところはかなり限られてはいますね。ただ人と寺院を出たところにある山門を上へ登れば、直接郊外へ向かうことができます。はい、こちらが例の資料です。来月の式典の参考にすると良いでしょう。ふむ、こんにちは。ええ、伏せられることも増えましたが、穏やかに過ごされております。これも巫女様が良き導きをなさっているからでありましょう。ほう、今日は出かけます。実は巫女様ご本人に動いていただく案件がありまして。お、オルガ。おー、ナイス。おー、巫女様、大樹の巫女とは世を平定し導く存在。これは遥か昔、初代巫女がお定めになったことなのです。その務めは重責でありましょうが、どうかしっかりと果たされますように。わかりました。おう。そうですよね。これこっちに行くのか？じゃあちょっと他のところを。行ってみますか。アドラは侍女としてよくやっているようですね。あの子はよく気がつきますから、王女様のおそばに置くには適任だったのかもしれません。おお。やっぱりおしゃべりなんですね。これでこっちの方にも行けるのか。まあ、お忍びではなくしっかりした外出です。ほう。あれ、さっきの場所から出るのか、それともこっちから行くのか。こっちは行き止まり。大樹の庭園。なんだか心がざわめいている気がする。はあ。何か見えるかと思ったけど、そううまくはいかないよね。そろそろ行こう。夢のことを確かめないと。こっち側には行けない。特にない。にもない。おお。こっちの2階の方は向こうに人が。ウルグナータ様は元祭司長にして巫女候補者の共同士をなさっておられた方です。今は引いておられますが、顧問役として定期的に顔を出されていますね。何事にも厳格な方なので、いらっしゃると私たちも身が引き締まる思いがします。ほう。あ、オルガと
このウルグナータはここにいたんですね。ふむ。はい、そうなんです。まあ、まだただの夢ですからね。何をそんなにうろたえており、うろたえている。ミコ本人が動く事案とは、本来それくらい重大なものであるべきだ。では、行きますか。こっちの方は赤毛の剣士がいたのは裏街道の外れだった。山門を登って東に抜けるのが近道かな。ほう。山門、ここが山門。太子の寺院山門。巫女様、郊外へ向かわれるのですか。はい。ここを上に抜ければ山道に出ることができますが、どうかほどほどでお戻りになられますよう。ん？セシル。今回は祭司長の許可をもらっておりますから、ちゃんとした外出です。ほう。この先には始まりの大樹があるのですね。大樹の恵みに感謝いたします。良き導きがあらんことを。こう、からではでも見えない。こっちの方、上に行くっていうことなんですよね。おお、こっちの方へ行くわけですね。なんかすごい広いな。王家の谷。エタニア王宮。で、これが東の方なので、そうですね。あれ、アドルたちは、こっちの大峡谷の方からこの辺を通ってきましたからね。この辺ぐるぐるしながら。あ、スデッパ。パンガイア大平原も通ってきました。ちょっと下の方の人たちよ。皆様、これより先は始まりの大樹がおわす地にございます。どうか静粛に順にお並びになって礼拝をお願いいたします。これは巫女様。はい。おう、そうですね、巫女に会うことができましたからね。昨年バラッカで起こるはずの大火を予知で防がれたとか。おう、まさか巫女様に直接お礼をお伝えできるなんて。いえいえ、いっぱい人いるな。朝の礼拝にいらした皆様に祝福を与えているところです。ほう。はい。ふむ。なるほど。私の口下手を直してください。これこないだいた商人のあの人ですかね。大樹の巫女様の予知のおかげで今年も豊作なんですよ。おお。なんかいろいろ感謝されています。ここを行くと王都だけど、東街道には直接向かった方が近道かな。東街道なのか東海道なのか。東海道東海道って言うと普通の日本が思い出されてしまいますので、東街道の方がいいかな。さあ、外へ来ました。今朝もいい風、それに遠くまでよく見える。空気が澄んでるみたいだね。おや、巫女様ではござらんか。お？ああ、この人、あれ、警備の人か。おはようございます。ロロン、それにラステルも。今日は街道筋の巡回のようですね。あくまで、わしはですがな。ついてきただけ。僕も父について、英士の任務を学んでおります。
よく言いおるわ。毎日わしを追い回しよって。お前がその調子だからわしは部下たちの笑い者ぞ。別にいいでしょ父上、入隊前の訓練みたいなものなんですから。二人とも変わりませんね。あら、ラステル、また背が伸びましたか。私を抜いてからどんどん頼もしくなってきて、英士になったら本当に見違えてしまいそうですね。だったら嬉しいです。巫女様、どうか見ていてください。僕は必ず立派な英士になってみせます。そしていつか巫女様のこともお守りして差し上げますよ。まあ、それは楽しみですね。優秀な英士は王国の誉れです。私も期待していますよ。はい。やれやれ、恐れ多いことです。愚足の無礼、どうかお許しを。して巫女様はこれより街道に出られるようですな。はい。近年は野生の竜種も多く出没いたします。ほう。巫女様であれば無用な心配でしょうが、どうかご油断なさいませんように。わかりました。ありがとうドラン。二人に大樹の恵みがあらんことを。はい、巫女様に大樹の恵みがあらんことを。ほう、人がいっぱいいますね、こっちの方も。うん、あれが始まりの大樹か。こっちにも行けるようになっているのか。巫女様。ふむふむ。はい。この子がなんかもう将来のことばっかり言ってるのがフラグじゃなければいいんですけどね。おっと。はい。ありがとうございます。おお。これはなんだ、古代種、竜種ではなくて普通の家畜的な感じなのか。乗ることはできない。はい、じゃあちょっと向こう側に行ってみましょうか。あ、いけない。ではこちらへ。よし、じゃあこっちへ行きましょう。テキスサンド。うおー、行くぞ。普通に敵も出てくるのか。ダーナ動かすの結構気持ちいいですね。おお、小田氏は竜種か。戦えるのかな、ダーナ。あ、これも敵。びっくりした。普通に素材の植物かと思った。うう、たよし、結構ダメージ食らってしまった。レベルアップ。
お、レベルアップ。あれ、こっちの方、あ、ここか。あ、何かあるよ。こっちで素材取る意味ってあるのかな。どうなんだろう。うう、行くぞ。あの素材はこっち上の方か。あ、次、舞い上がれ。よし。美味しそうな果実だね。はい。何かあるぞ。こんなところに水路があったなんて、随分と古いものみたいだね。すっかり埋もれていて使われていないみたいだけど。おお。はあ。これはリンクするのか？もしかしたら水路を直してみる。ダーナは威力で岩や土砂を持ち上げ水路を直していった。ほう、これでよしっと。ふむ。やったね。エタニアクエスト、忘れられた水路を達成した。ほう、まあこれもアドルたちの方に何か意味が出てくるんでしょうね。うお、ではこっちか。とあるカイドウ。今何かが聞こえたような。レカ、助け、ここから出しておくれよ。なんだか不思議な声、心の中に響くような。ほう。こっちの方はいけない。こっちに降りることはできる。あれ、この上は登れないのか。ここからはじゃあ。こっちに行くと、ん？こっちには行けない？ああ、やっ、お、手織りの反物を売りに行くところなんですよ。ボートは賑やかだからきっといい値で売れるはずですよ。ふむ。ここには乗れない。いや、やっぱり怪しいのはさっきの。あそこですよね。ここから降りればいいか。お？なんだこれ。威力の淀み。視脈が乱れているのかな。目に見えるなんて珍しいけれど。おお。なんだこれ。はあ、僕は精霊、息吹の精霊、ジンヤ。君が助けてくれたんだね。ありがとう。君は僕の命の恩人だよ。命のはついてなかったな。私はダーナ、ダーナ・イクルシアだよ。でも驚いたな。まさか本物の精霊に会えるなんて。強い威力を持つ人なら気配を感じ取ることができる。そんな風に言われているけれど。ふむ。僕らは自然界の力、君たちが威力と呼ぶものでできている。
力が何らかの理由で淀むうちに意志を持った存在と言うべきかな。ほえー。お、加護を授けてあげる。はい。ダーナに息吹の精霊ジンヤの力が宿った。最大 HP300 増えた。おお。お？威力のかけら20個。はあ。はい。なんだか分かったような分かんないような話ですね。うんうん、上出来だね。ダーナの徳が上昇した。そんなパラメータあったのか。精霊救出。精霊たちは様々な力をダーナに授けてくれる。ダーナが行動する世界では精霊が力の淀みに囚われていることがある。力の淀みを見つけたら近づいて調べてみよう。さてと、赤毛の剣士がいた場所に向かおう。じゃあこっちへ行きますか。確かここを西に進んだあたりだね。向こうか。さあではこちらの方へ行きます。オートアイギアス。うん、向こうにイベントマークがあったのでちょっとこっち行けないか。おいしそうな果実だね。これか。これで、あ、ここ一息つけそうだね。これさっきアドルたちがいたあの水晶石か。いるわけないよね。アドル・クリスティ。変わった響きの名前。でも嫌いじゃないかな。今の余地、色は分からないけどはっきりと。やっぱりあれはダーナ。遅くなってしまったな。何か分かったことは？うん、やはり見えたのは未来なのか。うん、残念ながらそうみたい。そうか。オートが滅んでいる。これは地中の力が結晶化した水晶石か。ほう、地中の力が結晶化してできる。へえ。何をするつもりなのだ。ヒモロギの苗木ではないか。なぜそのようなところに。先へ進めないで困っているみたいだったから。あ、これもしかして一体何のことだ。ジャンダルブに向かう時のあのでかい木も。アドルさんを導いてくれますように。
ドルに気がついたか。ああ、こっちに戻ってきましたね。よかった。動かなくなったと思ったら急に倒れちまうから驚いたぜ。体調は大丈夫なのか。はい、ああ、大丈夫みたいだ。そりゃあよかった。アドルに、そこの不思議な石触って倒れた。どうした、目にゴミでも入ったか。お、あなたたち一体どうしたと。え、な、なんなのですこれは。はあ、やっぱり。これは古代樹がまるで橋を渡すかのように。お、先ほどまでなかったはずだ。一体いつの間に。アドルニーがやったのか。うん、まあそうとも言えるし、そうじゃないとも言えるし。アドルは自分が見たダーナの行動をなるべく整理してみんなに説明するのだった。すみません、アドル、理解が追いつかないのですが、とにかくダーナさんの行動が関係しているということですね。そうです。これを見ちまうと信じないわけにはいかねえな。ええ、確かに。もしかすると大峡谷と同じ現象なのでしょうか。そうですよね、あれも。なんだっていい、道が開けたのであれば好都合だ。アドル、先へ進むぞ。そうですね、行きましょう。さあ、では、今回はここで終わりにしましょうか。面白くなってきましたね。ダーナの力でアドルたちを導いてくれているということで、ということはダーナがあの大峡谷で木を植えてアドルたちをジャンダルムに進めるようにしたのも何か意味があるんでしょう。アドルたちにこちらに来てほしい何か理由があったはずです。さあ、それが一体何なのか、ここから何が始まるのか、次回はここをさらに進んでいきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。それでは。